今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。マリオ VS 最強のクリボー。かつてマリオを苦しめた最強のクリボーがいた。遊ぶ。このコースね、あのベルニニキさんの結構有名なコースだと思うんですけど、まだやってないことに気づいたので今更ながらやっていきたいと思います。じゃあちゃっちゃー。これはマリオの残機が8ってことかな。行ってきます。はい、お、あれ、おっと、あ、おお、あれ、あ、私がクリボー。あれ、これどうやってやっつけたらいいの。ん、あ、当たっていいの。当たったらいいとか。違う、あれ、ごめん、違った。余計ゲーか、余計ゲーだったこれ。っていうかあれなのか、私がマリオじゃないんだ、私がクリボーなんだ。なるほどね、苦しめるのは私の方だった。ごめん、これ余計ゲーなんだ。多分じゃあどん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 マリオの攻撃が激化していくっていう感じなんだね。なるほどね。あれ、そういえばバブルって避けてくれないんだね、私のこと。あ、避けてくれないんだ、厳しい子だバブルは。そこでパーンってなってマリオ。これは私強いねっていうことなのか。なるほどね。はい、で、あ、今度はアンヨで、アンヨで踏みつぶされそうになるから。なるほど。そういえばマリオってあんまり、あ、でも64でキックちょっとあったか。あんまり足技使わないね、足が標準なのに。でこれで、はい、使ってるか、ジャンプがそうか。何言ってんだ、ジャンプがそうじゃん。ファイヤーって言って、今度はヒップ。あ、これをパン、え、違うの。あれ、これを叩いちゃダメだった。え、なに、ずっとブーって言われるんだけど。あれ、全部ダメ。あ、こ、あ、あ、そういうこと、これが当たりってことだったのか。で、こうやって入るのか。で、ほーいってきまして、鍵がどこにあるの。あ、あそこにあった、あそこにあった。じゃあここの次のとこで、うん、封じ込められた。見て、かわいいね。で、じゃあこっちに来て、それでパンってこと。あ、ごめんなさい、パンで、パンか。よし、心臓、心臓、あれ、まだ8、だいぶ削ったよね。あ、4、残り4ってことね。ここ入れる。何もありませんでした、すいません。じゃあ行ってきます。ちゃ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 。で、今度の足は、あそこでパーンか。今度一発で決めたよ。あれ、何回やるの。はやー。なるほどね。で、ほー、頭怪我しちゃったけど大丈夫、マリオ強く生きて。では行ってきます。はい、で、これは、あ、こうか。これでババンバン、あれ、強い、帽子キャッピーか、強いね、これで。あーって。なるほどね、ごめん、私があまりにも強すぎた。で、あ、イエイ。で、こっち、あぶない、あぶない。なるほどね、その帽子は強いね。じゃあこっちに来て、はいってやって、あー、帽子キャッピーだねこれ多分。じゃ行ってきます。なるほどね、なるほどねが最近口癖になりつつある。ちょっと直したいな。あー、マリオついにゼロに、あ、ゼロじゃない、あそこに1ってあった、ごめん。じゃあ今から、マリオがめっちゃ見てる。今からが最後の対決なのか。箱でね、1を表してたのに。あ、マリオがニョキニョキしてる。ちょっとずつ、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 マリオの真の姿が。ほい、これは、あ、あそこでパンって叩くのか。ここでこうやったらパン、ポン。ちょっと待って、ダメだった、間に合うかな、縮んじゃうかな、あの子。パンってなって、パン、ポン、ポン、ポン。なんか罪悪感があるぞ。私は本当にあの子を倒していいのか。でも私は最強のクリボーだから行くよー。はやー。あれ、いいことはなかった、今行ったつもりだったのに。それではこれが最後のバカリーマリオ。あー、元気で。なんか新たなキャラクターにいそうだね、この子、かわいいな。ほい、え、マリオ、まさか最後の命の灯火が消えちゃった。綺麗だね。ああ、帽子もなくなっちゃった。まさか帽子が命の象徴。はーい、で、ああ、ゴールか。へえ、でマリオは元気。ああ、なるほどね、最後はクリボーウィーンって。面白い、もう理解力が乏しくて申し訳ない。はい、続いてこちらのコースやっていきたいと思います。マリオ VS クリボー VS 最強のトロール。
さっきのねベルリニキさんのコースのパロディーコースだそうです。でトロールなのでぜひぜひやりたいなって思ったらさ、クリア率が 0.54 でトロールにしてもなかなかの低さですね。でもめげずにやっていきたいと思います。遊ぶー。はい、あ、ここもちゃんとそっくりに、あ、なるほどね、なるほどね。じゃあちょっと上に何があるか散策してみようかな。行ってきます。ん、あ、あそこにニャンコあるじゃん。これを取った、そうだよね、ごめん、世の中そんなうまくいかなかった。はい、じゃあ改めてスピードショーオープン。入ってよ、なんでそんなのろまなんだよ、入ってよ。はい、じゃあすいません、改めてスピード勝負ね。はい、オッケー。で、最初、そうだよね、最初この子、どうする。でも、トロールだから多分普通、あっと、あいやっと、はい、ただいま、ちょっと待って、ちょっと、でもここにも乗れないから、結局じゃあ変わった瞬間にすぐ、はやっ！ってここに乗る。でも、でもちょっと待って、ここの音符が、あ、手に入った。音符がすぐ変わるといけないから、Pスイッチが終わった瞬間にはやっ！ってこんな感じで、こんな感じ、ほう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 。クリボンも待って、あ、すごい、このちゃんとプミプミも、これでも、いや、これでも、あ、あそこのブロックとかじゃあ叩いてみる。あそこのブロックに何か鍵があるか、あれ、あ、あれ、あ、え、どうしたら、あ、こうやってこうか、なるほどね。はい、ただいま、じゃあ1回目が左で2回目が右から上がらないとダメっていうことですね。こうやって、あ、お、あ、そっかそっかそっか、え、これは、これは大丈夫で、じゃあここでちょこちょこ進んで、ここも大丈夫、大丈夫だった、ウォンビーだった。はい、こんにちは。あれ、これって、そうだ、これってこれが正解だったよね、確か本家では。やってみる、カラだ、あれ、カラだ、あれ、どこもカラ、あれ、どこ、あ、あ、あそこだけ、あそこだけ生き残るって。あ、これ中間あったんだっけ、そっかそっか。ちなみにここはダメだ。じゃあここだけこうやって待ってれば鍵が、あ、は、あ、でもそっか、どっちみち箱も持てないから、ここでこうしてるしかないのかな。ここでこうなって、じゃあ時間が来たらあそこでパーンって上がればいいってことなのかな。ね、中間の玉だけ見えるね。はっ！よし。で、これでじゃあ、こうだね。ふむふむ。ほい！で、これは普通、いや、わかんないか。普通にとりあえず取りに行ってみよう。上とか大丈夫？ここでこう行って、で、ここのところで、こっちに来るから、叩くよ。はっ！あ、これだって。あ、いいのか、これはこれで。で、はい。そっちにある！もうちょっと早く押し、あ、どうもバブル、お世話になってます、いつも。はい、ただいま。そしたら鍵がここにあるのはあれだから、上の世界に行くっていうのが正しいんだね。パッパッパ、はやー、失敗しました、すいません。ガッガッ、はやって言って、ちょっと待って、こっちに行って、で、この辺にあるってことかな。あれー、ちょっと待って、ダメだった、はや、よし。で、じゃあ次のカッカッカッ、はい、で、これで、この辺、あ、入った入った、よかった。え、ほい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、さあ、マリオの残機が、あー、危ない、あ、危ない、あ、ちょっと待って、まだいける、まだいける。ただいま、これうまいね。だってこれもマリオの残機が気になっちゃう。そしたらこれはもう急いで、こんな感じ。ふう、でも残り4機だった。で、これは、あ、ふむ、どうする。うん、でも叩いちゃう、左が、はっ、で、次にじゃあここに避難とか違う、あ、鍵は手に入ってる、あ、違う、行けなくなってるんだ。ちなみにこっち、あ、こっちもなんかあるよ。マリオマリオはい、ただいま。そしたらこうやって、間違えた、こうやって、待って待って待って、で、次の段階でもすぐにここで入る入る入る間に合わなかったよ、頑張ったのに。はい、ただいま、もう一回やるよ。ここで、ちょっと待って、はやー、下手だった。ちょっと待って、あと2回ぐらいやればできる。はやーってやって、で、次がもう、こうやったら即座に入る。よし、ようやくいけたよ。それで、こんにちは。あ、そうだ。でも、破壊するしかないよね。いくよ。せーの。はやーってやって、ほいやー、やっぱり来る気がしてたけど、避けきれなかった。はい、ただいま、もう一回行くよ。じゃあこうやってすぐに左、よし、で、ほー、すごい、ちょっと危よ、今4件のつもりになる、なんで跳ねてきたんだ君は。
もう一回、もう一回いくよ、せーの。はい、やってやってすぐ左で、こっちに来て、で、跳ねてく。いやー、え、どこに行ったらいいのよ、一体。え、これどこに行ったら正解なんですけど、どこに行ったらようやく許せるんですか。許せるじゃない、許される。ここで避ける、ここでも避けるで踏む。あー、ちょっと戻っちゃった、戻ってたじゃん。だから言ったじゃん、戻ってどうなるのよ、私は。ね、ここ急に難しすぎない？私なんかやることが間違ってる？ちょっと待ってね、あそこの赤で防がれないように、ちょっと待って、違う、キャッピー、あの赤い時にやると防がれちゃうから、ここでこんな感じ、こうで、これで避けて、で封じて、ね、これで鍵手に入らないの？ちょっと待って、バブルとあそこのタイミングをよく見て、ね、バブルって上行ってる時と下行ってる時とどっちがいいんですか？いやー、どっちも同じ？わからんぞ。下行って、ね、いいタイミングが、もうここカット、多分全カットになるよ、これ。いいタイミング、もうなんでいいタイミングの時バブル来ちゃうかな？バブルちょっとおとなしくしてて、あ、ここで、こんな感じで、どう？ほら、ほら、もうすんごい感が、よかった。あれ？なんで入んないの？入ってよ。よかった！中間があった。で、これは？こういって、お、あぶ、あぶ、ちょっと、やばいやばいやばい、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、いけるいけるいける。まだいけるまだいける。待って。まだいけるのよ、私は。あそこ？え？え？ちょっと待って、マリオなんで自ら自分を破壊しちゃうの？あ、これでこうやって、こう、あ、こう、え？え？あれ？ダメなの？え？なにこれ、どうしたらいいの？あれ、今どうしたらいいの？幅跳びでいける？ちょっと待ってね、そこでパンポンってなったら、はやー、よし、あ、しまった、叩いて、あぶない、で、はやー、よかったよかったよまあでもさっきのところがクリアできたら、もうあとは、え、ちょ、壁キックした方がいい、あ、大丈夫、あ、たった、大丈夫、いけるいける、はい、ただいま、これはじゃあもうあれしたらもう即座に行く、よし、これでいいのかな。で、おっと、あれ、あ、違うわ、これベルルニキさん、ごめんなさい、私が勝手にやってるけど、ベルルニキさん2周年おめでとうございます。いやでもちょっと前だよね、これ2周年ちょっと前ですいません。ほい、あ、こう、あ、そうか、これあったね、最後にマリオがニョキニョキ覗いてたあたり、はいはいはい、あ、ちょっと間に合わなかった、あと2回かな、あと2回パンってやったら、タンタンタン、あれ、タンマイク、あ、よしよしよし、で、ほー、ちょ、大丈夫、今まで、いたー、大丈夫だと思ったのに、はい、ただいま、今のって、1、2、3、4、いや、足んないな、次あれしたら即座に逃げるんで合ってるのかな、ちょっと、おっぷくが出てきた範囲、よく見てなかった、この辺に来て、あ、こう来て、で、なんとか封じ、よし、封じ込められた、で、そしたら、また、あっちに行って、で、ここで、1、2、3、4、5、で、こうなったら、またギリギリのとこ、あれー！ 1 人？どうしたの？どうして1人だけになっちゃったの？もういっか。で、こっちに、さあ、いやー、じゃあこれ、どうする？どこにいる？ここの一番端にいてみる。それで、あれ？普通？あ、ここは急に普通？あ、いい、じゃあ行ってきます。なんでもうびっくりさせて。で、おっと、おー、ゴールかー、てか、なんか、途中からクリポーじゃなくてマリオになってた気がするぞ。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。ではでは、バイバーイ、またねー。